はい、皆さん、今日もお疲れ様です。ポチッとしていただいてありがとうございます。榎本晋作です。で、今日はですね、AI とロボットに関する質問系に答えるシリーズの第7弾になります。まあ、AI とロボットって言いながら、しばらく AI と仕事についての質問が多くなりそうな、このタイトルですね。じゃあ、行きましょう。あ、ごめんなさい。これ、毎回言っとかなきゃいけないんだ。あの、もう飛ばしてくださいね。はい、10秒スキップで。えっと、 僕、あの、AI の専門家ではないので、もしこうだよとか、実際こうですよみたいなのとか、まあ、何かご意見あればコメント欄に優しく書いていただけると嬉しいです。ちょっとあの、色々言われて凹むんでよろしくお願いします。はい、では行きましょう。はい。一つ目。AI などが発達し、アルバイトを はい、今ちょっと一瞬インターネット途切れちゃいましたね。はい、ごめんなさい。はい。AI が発達してアルバイトの簡単な作業が全て AI ロボットがやるようになったら将来子供たちのアルバイトはどうなるのでしょうかと。そうですね、いい質問かもしれないです、これ。あの、今の多くのアルバイトっていうのは割かしあの企画されていくと思います。例えば料理ロボットとかあるじゃないですか。じゃ料理ロボットとか出てきたら、まあ裏で あの、チェーン店で作ったようなやつは、コスト的な問題をクリアすれば、ロボットに置き換えられますよね。例えば、昔、あの、渡見系列のお店で、名古ミ亭ってあったんですけど、名古ミ亭の、あの、裏でですね、あの、オムライスとか作ってまして、そういう作業はまあ、ロボットの方が、 それ確実性高いですよね。だって僕、オムライスよく失敗したんですよ。ていうか、オムライス作るの難しくて、僕料理あんま得意じゃないんですよね。で、ビビンバとかも盛り付け下手くそで、本当に怒られてたんですけど、焼き鳥は簡単なんですよ。なんか、あの、ばってね、牛、串のところにね、フィルターみたいなのをし、フィルムみたいなの入れて、でそれを、あの、コンベヤーのところに流し込めばいいから、焼き鳥は簡単だったんですけどねっていう、そういうのもあるんですけど、 それ全部ロボットにした方が確実性とかロスが少ないので、じゃあロボットをマネージメントするようなものだけ必要だよねってなるかもしれないですし、まあうまく具合にタッチパネルで注文したものをロボットがキャッチして作り出すみたいな、そういう仕組みになるができたらバイト減りますよねっていう話になりますよね。だから飲食店の単純作業労働みたいなところは少なくなるかもしれないですよね。 ただ、あの、例えば、その、ロボット全体の様子見たりとか、なんか人間が対処しなきゃいけない事態に対して、一人二人、じゃあ、ホールには必要だよ、みたいな話が出てくると思うので、そのバイトは残るのかな、っていうのが一つ一つありますよね。だから今のスキームがロボットで効率化されてないところのわずかなところが人間がやるっていう可能性が一つあるのと、あとなんか別のアルバイトとか出てきそうですよね。例えば、あの、予備校とかかな。予備校とかって、あの、 まあ、ロボット先生みたいなのが出てきたりとか、今でも等身ハイスクールでビデオだけ見るとかあるんですけど、じゃあそれをモチベートしてあげるようなチューターとかは人間の方がいいよねとか、まあだからコーチングをするような人間が必要だよねとか言われてるんですよ、教育業界も。あの、ティーチングよりも。ただ、若干アルバイトの子には荷が重いのかなとか思ったりするんですけど、だある程度アルバイトももしかしたら専門職化して可能性はあるかもしれないなと思います。 なんでそうですね。単純労働がロボットに置き換えられたら結構厳しいんじゃないかなっていうのはありますよね。うん。まあ、おっしゃるとおりだと思います。はい。次、ロボットが参入しても安定な職業は何ですかあー、なるほどね。まず考え方。考え方なんですけど、あの、 人間がなんか単純作業をやってる系は危ないんですよ。で、この単純作業って実は専門職とかも関わってきてて、お医者さん。お医者さんって例えば僕らのこと診察するじゃないですか。で、一回僕ら外出されますよね。で、また入ってきたりするじゃないですか、病状を教えられるの。あの時にいろいろ調べてるみたいなんですよ。で、こういうのってぶっちゃけ過去のデータとか症状を頭の中に 入れておいてやってるみたいなんですね内科のお医者さんとかって。それって、ロボットの方が得意領域だったりするっていうのもあるみたいなんですよ。簡単なもんだと。だから例えば、あの、中国でワンミリッツドクターっていうのがあるんですよ。要は自動販売機みたいなところに入っていって、あっち側、えっと、カメラ撮影してくれるようなとこあるじゃないですか、駅で。で、中入ってピッと撮るやつ。あんな感じで、もう自分の症状とかを、なんか、言ったりとか、なんか表情とかよ、体温とか撮ってもらって、 で、薬を処方してもらって、隣の自販機で薬買えるみたいなワンミニッツドクターっていうのがあったりするんで、この辺は結構そうです専門職も危うかったりはするんですよ。で、この質問は何かというと、ロボットが参入しても安定な職業は何ですかねっていうところなので、人と人との関わりが有利なものっていうふうに僕は考えてます。職業としては。例えば、あのー、 コーチングをするようなコーチだったりとか、あと、あの、結構深い症状のカウンセリング。 カウンセリングも多分、前の前の前の、いつか忘れるけど、動画とかでも言ったんですけど、カウンセリングも簡単なものはスマホとかでピッピッピッってやって AI がやってくれるようになるとは思うんですけど、その後の深い部分とかね、その人と人とのウェットな関わりが必要な部分のところは、割り出し必要なのかなとか思いますし、あとはこのロボットを使う系の職種、まあマネジメント職とかそっち系になってくるのかな。そういうのは大事だと思います。この辺は結構大事だと思うので、あの、 より高度な知識をあの手に入れてって、ロボットが単純にできないような感じの職業が大事なんじゃないかなと思いますね、これは。じゃあ次行きましょう。はい。今後数年でどのぐらいロボットによって仕事が減るだろうか。あーなんか50%減るとかいろいろ書いてあるやつありますけど、あの、毎回言ってます。もう仕事が減るって考え方は、えっと、働く前の人は考えなくていいです、これは。あの、仕事がどういうふうに変わるだろう。だからどういう人間は求められるって,いうっていうところにシフトしましょう、頭を。 これって、あの、どのぐらい減るかっていうよりも、どういうふうに業界が変わるから、どういうふうに学んでいこうみたいな、そういう話にしていただいた方がいいと思いますって、な、これは毎回お伝えします。じゃあ次行きましょう。はい。週末について、お、なんか学生っぽい質問来ましたね。そうですね。これ、あの、どんどん答えていきましょう。はい。一つ目。 ここまで人間的で AI が発達してるとあらゆる仕事が奪われてしまいそうで、さらに就職に対する不安が強くなりましたあ。ごめんなさいね。あの、そういうつもりで抗議したつもりではないんですけど、そう伝わってしまってたら本当申し訳ないなと思ってます。で、この質問ちゃんとコメント補足しなきゃな。えっと、もうさっきも言った通りです。仕事が奪われてしまうのではなくて、仕事のスキームが変わるので、仕組みが。 だったら人間の領域どこだとか、今後つけなきゃいけないスキルどこだよねっていうふうに考えていくのが大事で、でそういう本っていっぱい出てるんで、勉強したものが多分勝つと思いますし、やりやすいと思いますよ、本当に。あの、だから僕の授業も未来洞察にしてる理由はそういう理由です。 テクノロジーによってどういうふうに業界が変わるから自分たちはどうしてこうっていうのが一つあるのと、あとその前にそもそも僕らってこういうふうに行きたいよねとか、こういう未来描きたいよねっていう妄想力を上げていくっていうふうなところを重視してるのはこういう理由です。そして 未来の社会が描かれている。ある程度描かれてますもん。さらに言うと、未来の自分も描く力があれば、ここに対してあり方に対して社会を利用する、会社も利用するみたいな話になってくるのでっていうところがあるので、あの、こういう考え方は、えっと、不安かもしれないんですけど、逆に、あの、そうですね、学んだもんガチっとは僕は思ってるんで、あの、まあ、頑張れっていうのはあんまり好きな言葉ではないんですけど、あの、まあ、あの、楽しく、興味のあるかどうか、 ことを学んでいくっていうのと、楽しく未来を学べるように僕の方でも工夫しますので、一緒に頑張っていきましょう。はい。じゃあ次行きましょう。はい。建築業界の営業以外には文系からは行きにくいですかはあ、文系の学生は卒業後営業職はほとんどになってしまうのでしょうか。なるほど。二つ質問がある感じだな。一つ目 建築業界の営業以外には文系から行きにくいですかえー、っと、別にそんなことないんじゃないですかね。あのー、まじ建築業界って言ってもデベロッパー、あ、そうか。建築だから不動産ではなくて建築家建築する系だからな。いや、別にそういうことでもないんじゃないですか。でもセールス多そうなイメージありますよね。まあ、経理とかバックオフィス系も文系多いですし、まあ、そこが好きだったらそっちでもいいかなと思いますし。 うんまあでも、りかし文系は最初営業に回されるのかな理工、理工学部とかの子はそういうのやってるから。ごめんなさい。ちょっとあんま詳しくないんですけど、確かにそういう、そうかもしれないですね。じゃこれちょっと自分で調べてください。ごめんなさい。あの、あんまり建築協会詳しくないです。あ、でも建築系の Web マーケティングとかデジタルマーケティングの事業部とかは結構聞くので、たまに。あの、そういうのもあるかもしれないですね。だから、あと企画。だから、建築って言って、基本的に物作ってるけど、企画作ってるような事業部もあったりするんで、そういうところは行きやすいかもしれないですよね。 次が、文系の学生は卒業後営業職がほとんどやってしまうんですかこれはそんなこと全然ないと思います。あの、割かし営業部隊に配置されやすいような感じのイメージ持たれてる方多いと思うんですけど、僕の周りで営業以外から最初スタートって全然あるので、あの、企画とかマーケティングからスタートっていう人もいれば、なんだろう、その、まあ、業界にもよるんですけど、なんか営業ではなくて、その、なんだろう、あの、 まあ、パックオフィス系のところに行ったりとか、なんか文系卒業団のでいきなりデジタルの舞台に送られたとかもありますし、そういうのは全然あるので、そんなこと全然ないと思いますね。もうしむ英語は人を配置しやすいっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、まあ、全然そんなことだけでもないと思います。はい、えっと、はい、えっと、ここまでにしようかな。10分だから。はい。で本日はここまでにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。で